では今日の特集です。生誕100年を迎えた作家松本清張が能登を舞台に新たな作品を考えていた可能性がありました。名作ゼロの焦点に続き能登を描いていたかもしれない幻の清張作品の謎に迫ります。映画ゼロの焦点が現在公開中で全国的にも注目を集めている能登ですが、作家松本清張がこの能登を舞台にした新たな作品を書こうとしていたことが分かりました。その作品とは。死後戦場のこれらのキーワードを結ぶものとは。点がつながって線になるのか、その謎を追った。今から27年前、作家松本清張は白石の桁大社を訪れた。それまでにも何度か桁大社を訪れていた清張だが、この時の訪問では特に強い関心を示した場所があったという。それが神社の背後に広がる入らずの森だ。広さ 3.3 ヘクタールの原生林で古くから信仰の対象でもあった。この森は宮司以外の立ち入りは厳しく禁じられている。桁大社の生命は森ですよっていうことを何回もおっしゃっておりました。だから森と原生林との桁大社っていうものが一体となって先生の構想の中にあったんじゃないかというふうに今思えばそう感じます。さらに清張が強い関心を持っていたのが数々の祭祀だった。桁大社は全国的に見ても祭祀の多い神社として知られる。これら祭祀と深いつながりがあると言われているのが桁大社の 1.5 キロ南に位置する寺家遺跡だ。寺家遺跡は縄文前期から室町時代まで続く大規模な複合遺跡で、勾玉や管玉、金冠など祭祀に関わる出土品が多数出ている。三井宮司は清張に寺家遺跡の資料を送っていて、それに対する礼状も届いている。古代史の中に位置する桁というものを注目してたんじゃないかと。で、まあ、寺家遺跡のこともありまして資料を送ったこともございます。そして清張は宮司に作品のタイトルを話していたという。この後ろの森原生林を非常に注目しておりまして、そして数回私もご案内したり森の近くまで行ったりしたんですけども、その時にどうも死後戦場の桁という題名の構想を持ってるんだということをはっきりおっしゃいました。死後戦場の桁、桁大社があるのは東経136度、これを南に下っていくと愛知県名古屋市の熱田神宮、さらに南下すると三重県伊勢市の伊勢神宮へとつながる。清張は東経136度の死後戦場にあるこれら3つの神社を舞台に作品を作ろうとしていたのか。伊勢神宮、熱田神宮、桁大社と、こういう文化のルーツであり生命のルーツというのを風に非常に大きい構想をお持ちになったんじゃないかという私は想像してるわけですが、ゼロの焦点の後ですから、これはもう偉いことだなという感じを受けましたね。しかし松本清張記念館によると、およそ1000編の清張作品の中には死後戦場の桁という言葉が入ったものはなく、創作メモや日記類を抜粋した書籍にもこうした記述は残念ながら見当たらなかったという。一方で清張は神社の分布や古代史への興味はかなり強かったという。
また確実に仕事をするために資料を集めることはあったが、無駄に収集することはなかった。手紙や写真が残っているということは、何らかの構想や取材は進めていた可能性があると。記念館としても他の資料が発見されることを期待していると。肥後線上の桁という作品は私が構想を練っているということははっきり言いましたから、題名を。肥後線上の桁という小説が出ると思ってたんですよ、私は。幻の作品、清張がどのような内容を考えていたのか、今となっては謎です。我々の幻の清張作品への思いを知ってか知らずか、桁のいらずの森は今日も静寂を保っている。なお、桁大社では29日から31日まで年に一度のいらずの森の祭りが開かれるということです。詳しくは桁大社まで。この後ニュースと天気